モンド TV 麻雀プロリーグとは、モンド王座を頂点とし、女流モンド杯、モンド杯、モンド名人戦からなるテレビ対局最高峰の年間リーグ戦である。モンド TV 麻雀プロリーグがお送りする第15回モンド杯、前回から始まりましたこのシリーズ、予選の第1戦から100点棒を争う熾烈なトップ争いが演じられました。今日は予選の第2戦です。初出場のメンバーも含めてどんな展開になるのか非常に楽しみです。それでは早速4名順に紹介してまいりましょう。まずはこの人です。2001年プロ入り13年目、第10期竜王位戦で準優勝するも、ここから10年タイトルには恵まれず、プロ12年目で初の最高位決定戦に駒を進める。ここで村上近藤といった麻雀プロリーグ出場組に圧勝、初タイトル最高位に輝く新井啓文。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今旬な雀士というふうに聞きましたよ。そんな風に言われてるんですか。そうですよ。じゃあ旬なところを今日は見せたいと思います。はい、はい。やっぱり新井プロにとってもこういったモンドのテレビマッチっていうのは一つ憧れの舞台でしたか。いや、もう本当に出たくて出たくて、もう嬉しいです。今日はなんかこう緊張感というか本当に嬉しくて思いっきり打つぞって感じしますね。そうですね、あまり意外と緊張してないですね。本当に、はい、分かりました。タクつくと分からないですけどね。はい、次団体の人からは何かアドバイスみたいなのありましたか。いや、アドバイスというか、まあいつも通り打ってこいよと。まあでもお前大丈夫だよというふうに言われました。分かりました。はい、はい。初戦から期待しておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい。続きまして2人目です。2010年度8回の日本オープン、第5期最高位戦クラシック、第35期最高位と1年で3つのタイトルを獲得。モンド杯には第11回に初出場、前回14回大会でモンド初タイトルを獲得。その勢いで第10回のモンド王座も制して現在モンド2冠、プロ歴18年目、2度目のピークを迎える村上純ということでね。これがまあディフェンディングチャンピオンとして迎える初戦ということになりますけども、お、表情気合入ってますね。そうですね、はい。今回はどんな村上純を見せようかっていう、そういう気持ちの高ぶりみたいなのがあるでしょう。どんな村上純というよりは、やっぱり去年、このモンド杯とあとモンド王座、はい、まあ、勝ちましたので、はい、まあ、そういう目で見られるわけじゃないですか。その通り、はい、モンド王座はどんな麻雀をするのかと、うん、まあ、それが、村上純の麻雀を見せれば、まあ、納得されるかなと、まあ、去年ね勝っただけにそう思うんですけど、うん、まあ、ただね、別にかたくなに泣かないぞとかそういうふうに思ってるわけではなくて、一番勝てるように打つと。まあ、その2年連続チャンピオンに向けて、まず予選敗退はできないぞみたいなプレッシャーみたいなものはありますか。まあそうですね、まあ、去年まではでも去年はむしろ予選勝たないとどうせ次の年出れないぞというもうプレッシャ ー、すごいプレッシャーだったので、なるほど、ね、うん、はい、まあ、今年は、まあ、変な話ですけど、まだね、去年勝ってしまったことで逆に緩まないといいなと自分で思ってるんですけどね。勝たなくてもなんとかなっちゃうっていうこの状況が悪い方向に出たら、そうか、はいはい、わかりました。そうですね、はい、そういう感じですね。まずは注目してますんでね、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。続きまして3人目、次団体のリーグ戦第26期27期29期王位を制し、さらに十段戦を第28期29期30期と3連覇、
麻雀プロリーグにはこれまで4回連続で出場して決勝に進んだのは2回。現役最強と言われる男が5度目の正直を目指す。いつ発動するのか、くまくまタイム、瀬戸くま直樹。ということでね、もういろんなタイトルを総なめにして、まあそのタイトルの中に含めていいかどうか分かりませんけども、こういったテレビマッチのタイトルも欲しいですね。そうですね、モンド杯はぜひとも欲しいタイトルなんで、ええ、過去2年連続2位ですか、ええ、あとは欲しいのは優勝だけの称号なんで。そうですね、はい、まあ、決勝卓でもね、見せ場十分なんですけども、はい、その都度悔しい思いをしてきました、はい、今回まず予選はこういうふうに戦おうっていうのは何かありますか。そうですね、自己表現をやっぱり中心にやりたいんですけど、その上で結果には必ずこだわって、うん、はい、ただ相手を意識しないで自分の世界に入れるように頑張ります。そうですか、はい、まあ、このテレビマッチもね、何度も来てもらってますけども、はい、本格的なくまくまタイムというのはまだ発動してないでしょう、はい、そうです ね、はいはい、今回は必ずどこかでお見せしたいと思います。わかりました、はい、頑張ってください、はい、そして最後4人目です。第7回モンド杯に初出場、過去4度出場するも優勝はなし。第30期の王位決定戦で瀬戸熊を倒して王位に輝く麻雀忍者と言われる男がモンドのタイトルをも手に入れるのか、藤崎聡。ご無沙汰しておりますけども、ね、お久しぶりです、はいはい、名人戦呼ばれる前にこっちに出場してよかったですね。そうですね、もうプロリーグの方は自分で引退かと思ってたんでね、まさかここに戻ってくれるとはね思ってなかったですけど、はいはい、ですから戻ってきたからには自分のこの麻雀を見せるぞっていう気持ち強いと思いますが。そうですね、今回ちょっと打撃系が揃ってますからね、はい、こっそり行かないとしょうがないですよねこれね、はい、やっぱり自分の中でライバル視してるのは自団体の後輩たちですか。いや、もうみんな強いですからね、はい、ライバルってことはないですけどね、はいはい、後輩たちの活躍はね、うん、僕らも嬉しく見てますからね、はい、わかりました、まずは初戦肝心ですからね。そうですね、はい、はい、頑張ります、はい、お願いします。さあ、というこちらのね、予選の第2戦も本当に楽しみなメンバーが出揃いました。ナビゲーター解説おなじみ理論派雀士の梶本拓則プロです。今回もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さすが予選の第1戦からね、見応え十分でしたよね。まあ、今回はやっぱり注目は新加入の新井と、新井ですよね、そして麻雀忍者復帰のね、久々に帰ってきてどういう麻雀を見せてくれるのかってね、そんなに大きくはスタイルチェンジはしてないと思うんですけど、うんうんうん、ね、おっしゃってましたけど打撃系3人ですから、あんまり面前でっていうよりは多分リーチ攻撃の方が主体になりそうですからね、その辺に対してどういうふうに受け流していくのか、闇点でこそれ上がりを拾うのかみたいなところもね、ちょっと見てみたいですよね、はい。そして今回の予選第2戦、ゲスト解説は滝沢和則プロにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、お願いします。滝沢プロはね、予選第1戦なかなか苦しい展開になりました。そうですね、ちょっと下手を打ったの部分もあるんですけど、多分解説の村上さんがちょっと助けてくれてるんじゃないかなあなんとなくそんな気がします。本当よくわかりません、ね、だいぶフォローしてました、はいはい。というところで、本当にいろんな要素が、ね、絡み合うわけなんですけども、予選第2戦どうご覧になります。やっぱその、皆さんおっしゃってましたけど旬な4人だと思いますので、うんうんうん、本当すごいメンバーだなと思います。村上さんのインタビューに笑いが全くなくなってて結構ね、面白かったです。思うところがあって、はい、笑いを取る余裕がないんじゃないかな。あ、なるほど、ね、王座ですからね。そうなんですよ、はい、逆に先輩の藤崎プロなんかはやっぱ堂々としてますよね、いつもの調子ですよ ね、はいはい。それでは間もなく予選の第2戦が始まります。皆さんどうぞご期待ください。お願いします。お願いします。お願いします。第15回モンド杯予選の第2戦が始まりました。とんちゃ新井慶文、なんちゃ村上純、シャチャ瀬戸熊直樹、ペーチャ藤崎聡です。トン1曲ドラワーチュンです。さあ、まずはトンパツの親番がこのシリーズ初登場となりました新井慶文です。まあ、梶本プロ、それほど後輩パイというわけではなさそうですね。ちょっと統一が多いんで、どうしようかなってとこですよね、はい。ダブトンから、ダブトンというかトンからね、そしてこちらはナンシャーが統一になっている瀬戸熊、そして藤崎です。あ、一番目になりましたね。瀬戸熊、これシャーチャですね、はい、はい。瀬戸熊、これ泣いた後の形も悪くないという判断ですか。
本一形はそんなにいいとは言えないですけど、本一にも視野に入れたってところですね。もうこれは寄せていく。そうするとこの難は泣くでしょう。これでイーシャンテン取るかどうかですよね。早くも2フーロ、あ、そしてマンズだ。この辺りの仕掛けがうまくいくかどうか。藤崎はこれあえてカンチャン外したんですね。もうそうですね、藤崎さんのある程度形はもうできてるんで、一番弱いところを外したっていうところじゃないですか。ここで総図メンツが出来上がって、強い牌ですね。積極的に、主導権取ろうとした瀬戸熊さんに対して白を、ね、打ち出すという、そうすると周りの出方も変わりますよね。村上さんシャープ、これ安全牌に持ちたい、新井さん用に持ちたい。まあ、しかしその瀬戸熊は現在まだ手の中はいい形ではありません。リアンシャンテンですよね。新井さん初出場で、あの緊張感はあんまりないですね。最初のインタビューでも言ってましたけど、ちょっとリーハイの仕方とかが、全然普段と変わってないですね。あ、そうですか、はい、堂々としてますね。滝沢プロはこの新井の何か情報というかジャンプみたいな話はどっかから聞いてますか？あ、そうですね、以前、見た時は、攻撃型かなという、まあ前評判もそうだったんですけど。あ、なるほど。ただなんてそんな極端なもんではないかなと感じましたね。結構手厚にこだわるっていうか、そうですね、打点力は高いと思いますね。あ、それは本人も言ってましたね。手数で勝負するよりはもう3段目になってからでも仕上げてから勝負したいっていうことを言ってました。まあ、とにかく丁寧に打ち進めていくタイプかなと。ペー、まあ、トーンが見えてるからあれでしょうけどね。で、まあ、これポンって言われてトンタンキ光ると役満ですけど、これイーマンも、まあ、ペーからいきましたね。まあ、それだけあれ何射って泣かれてるとやっぱりプレッシャー結構ありそうですね。まあ、そうですね、トーンが2枚見えてるからまだ少しはね楽ではあるんですけど、その後余ってる牌がまだ弱いのと、瀬戸熊さんからあとはまだ手出しの回数が少なかったですね。今やっと2回目ですから、ローマの後のパワーですからまだ打てるとは思ってますよね。なるほどね。それは新井さんも同じことですよね。藤崎さんはその周りの動向を今じゃあ誰がファンパイを打ち出したかなっていうのを見て、そこの防御も固めつつ進めていくっていうことを今やってますね。だいたい終盤に強いタイプですね、藤崎さんは。さすがにこのドラのチューンはブレーキになりそう。じゃあ何切るかというところなんですけど、スーピンですかね。まあ、一応まあチートイツも考え始めるんで、場に高いピンズから打ち出していこうと。いやでも全然くっつきも何もしないですね、瀬戸熊。さあ、走行してる間にこれでイーシャンテンは藤崎、リャンカンから先に埋まったら勝負ですか？勝負かけると思いますけどね。まだね、あ、ウソ3枚切れですけどね、まだ。今のタイミングですって入れば普通にピンズ余らせて、そうですね、テンパイ取ると思いますけど、徳間から、ね、自敗やピンズが見えたらどうするかなってとこじゃないですか。あ、なるほどね、はい、テンパイ入る順目によると思います。新井はこの2枚切れのトーン残しました。そしてドラのチュン、これでまあどっち切りますかね。まあ、とりあえずシャア、やっぱりシャア打つべきだと思うんですけど、これはもう勝負かけましたよね、瀬戸熊さん泣かず。そして待望のピンズを持ってきました瀬戸熊。ああ、これで、おっと、ここはこっそり一発そうですか。ところがこの急ピンが出ることによってこっそり感はあんまりない。もうないですね。あ、そうですか、はい、藤崎さんが急ピンですからね。なるほどね。この2つの要素が相まうと、ただ待ちまでは絞れないでしょうけど。そうですね、ただもうドラはもしかして藤崎さんかっていう
ふうにちょっとケアしますよ周りは。だから藤崎さんに通る牌をまず探そうっていう。でこれでもう、はい、これでもうピンズはもう場に出てこないでしょうね、おそらく。なるほどね。藤崎もね、あの変な牌またピンズ引いたらまたすぐやめると思いますよ。あ、そうですか、はい、藤崎にもだってドラは見えてないわけですから。確かにね、もう打たないと思うんだよな。そうか、あのその藤崎さんにドラが入ってると考えると瞬短期じゃ意味ないなって思いますけどね。まあちょっとピンズを打つにはリスクも高すぎると。そうですね、あの待ちが弱すぎるんで、上がったら高いですけどね。これ1回ピンとか、あ、もう、まあ、あもうマンズをね、チュンでの上がりは難しいだろうと。うーん、ピンが打てる打てないっていうのももちろんありますけど。あ、これで、なるほど、9番9番ですね。ははは、は、うん、結局このチュンが分散したことによって、まあ、各プレイヤーねブレーキになりました。いい層ぐらいですか、まだ。さあこうなってくるとあとは瀬戸熊です。カーンですね、うん、Cピン、新井が2枚持ってましたね。おお、重なった。これでした。ああ、こういう展開がありましたか。パッソ2枚行きですから、面白いですね、うん、仕上がりました。ウッパッソ、フレアピンのウッパッソも枚数同じぐらいですよ。多分3枚って3枚だと思います。やっぱりまあ想定9ピン打ってきた藤崎さんがまあ来るよなって感じですよね、周りからすると。さあ瀬戸熊、うわー、これは止まらない。いやこれはリーチ一発ドラさん、すごいですね、リーチ一発ドラさん。あ、乗らず、うん、丁寧な上がりですよね。本当ですね、はい、最高形に仕上げて、そして一発で打ち取りました、うん、また瀬戸熊さん引かないっていうのがまた僕はちょっと好きですね、うん、瀬戸熊さんらしいなっていう。まあ、ドラは藤崎さん持ってそうだなっていうのをまず思ってますよね、その上でそこにもう危険牌をバシッと打つという。トン2局に変わります。親番は村上。またまたドラは三走になりました。さあ親番回ってきました、藤崎です。この藤崎が現在1人3万点超え、現在のところトップです。親でこんな手配だったハイパーだったらいいですね。これですか、うん、あ、なんかメリハリ効いてるじゃないですか、さっきの、あ、新井も手悪くないですね。新井は2面ツー、そしてドラドラもあります。ドラドラですよね、うん、先手取れそうですね、うん、アライムでもいいシャンテンか、ええ、ちょっとしたことなんですけど、ね、今の藤崎さんが切った流派が、まあ、次打てれますけど、これ流派を打つかパースを打つかってとこですけど、うん、まあ、流派から打ったことによって新井さんから自然に出てきた流派が、うん、この手ですね、まあ、リーファしか打つもないですけど、うん、はい、これが消え、隠れますよね、うん、あれが例えば藤崎さんのリーファーあそこで打ってないと、あ、なんか荒いに気配ありなんです、この曲は、うん、数字ションパイですから。あ、そうか、はい、もう大体それ早い証拠ですから、うん、それがリーファーが間に挟まるだけ で、 そうです、ね、普通になっちゃうわけですね、はい、これどうしますかね、ドラ打つんですかね、うん、はい、これはもう普通じゃないでしょう。そうですね、もうやっぱり早いなと、ね、ただあのリューファーの時時点で分かってたかもしれないですね、うん、あの藤崎さんのリューファーがなければ、うんうん、構え方がちょっと変わりますよね、はい、警戒の仕方っていうか、うん、安全牌例えば新井の方をちょっと抱えようかなとかね。そうですね、うん、白1枚目はなかったですね、うん、そうか、そういうものなのか、
なんかドラ切ったらもうなんかこの曲はスポンテンでスチーピンっていうイメージなんですけどね。両面両面だから。なるほど。でしょうね。本当単独の889とかだったらポンするんでしょうけど、まあそれだったらもっと9切ってるのかな、わかんないです。ちょっと停滞気味ですね。本当ですね、はい、ね、まあ、すんなりいきそうでいきません。そして新井の方も問題はこの後あと1手です。ロマン、しかしペンチしそうですかね、ここでペンチャンを払って両面両面の形残します。新井は持ってきたな、ウーピンつもぎり、ペン3万払いたいですね。なんか形を良くして高くしてみたいな感じもありますし、まあ、これもね残して、はい、リャンソーとかイーソーとか引けばね3色もあるし、ね、どうせ早そうな新井さんの現物でもあるし、そうが重なって瀬戸熊三ピンですかね。メンツでも難しいですもんね、ここから。これは4つ目の統一。そっか、三ピンは2人切ってるってことは逆に安牌ってことか。新井仕掛けた、新井が仕掛けて天牌だ。リャウマン各ドラ一つの2000点の天牌ですね。まああの瞬間からドラ打ちから全てつもぎりですからね、あの白がない、白泣いてないのも分かりますから、うん、明らかなに泣きと、うん、あこれで1かな、親番の藤崎からリーチが打たれた。これは結構まね、そうすると新井としてはおいく、おいく、うん、待ちかなり強いですよね、イスピンは。そうですね、村上をどこまで押し返すかですね。これドラはない、相手親利2人天敗ですよ ね自分以外の。さすがに、うん、抜いた、瀬戸熊もまあ無理はしないはずですから、この時のために3ピン置いてるようなもんですからね。新井がどこまで押し返すのか、全部いくのかなかもしれないですね。新井はどうしてそんな強気でいけるんですか。自分の町に自信ありですか。自信はなくもないでしょうね、自信自体は。情報なし、あ、テンパった、テンパってますね。3万ですか、はい、あ、勝った勝った勝った、うん、おー、2000、5対3ぐらいだったんで、ね、まあどっちが勝つかは分からないですけど、うん、強気にねパワーをバシッと押せることと、やっぱ2枚目泣くバランスも良かったんじゃないですかね。滝沢プロもいけますか、あれ泣いたら多分、あ、そうですか、打っちゃいますね。なるほどなるほど。対局は難波に入ります。第15回モンド杯予選の第2戦、難一局です。白です。場に3枚切れてる白。これはまあ打てテンパイは2人、スタコマのテンパイ、って感じですよね。なんか今藤崎覗き込んでましたね、あれってそこみたいな。難2局に入ります。親番は村上です。ディフェンディングチャンピオンの村上、現在のところ29,400点、まあ、僅差ではありますがトップに立っています。
この予選の第2戦も第1戦同様、ここまではしびれる展開、非常に僅差の争いとなっています。さあ村上のハイパイです。ドラは数万、こちらは瀬戸熊、もうチャンスですね、さん。水崎さんはまたのんびり行こうかって感じですね。台はちゃんたの方も見えますね、うん、今のはどういう、結構スリムに変えました ね。だいたい僕 G 打っちゃうんだけど、間違ってますかね。何を言ってるんですか。見てるとね、ちょっとどうだっけこれ。確かでもウーピンぐらいですもんね。あの数ピンを切っての直接痛いところって。そうなんで6球ピンのタスもあるんでね。ただそう。もうただダイレクトに3ピン引けば一面でできるわけで、でちゃんとねイーピン候補も残せるわけですし。僕は多分ポジティブすぎるのかもしれないですけどね、このスーピン残すっていうのは。ここでスーピン打ちになるかもしれないですけど、ちょっと村上チート率も意識してるんでしょうね、今のつまんなりで。そうですね、3万切りなんかもまさに、これでちょっとさばくこともできそうな感じではあるんですが、これも字打っちゃいますけどね。そうですね、新井はそんなに字が好きなんですかね。チート率の候補として今例えば天秤にかけるかどうかっていうところですよね。はい、ですね、まあ、普通に順ちゃん系もあるんで、でもやっぱり両天秤にかけるのが、まあ、自然ですよね。そうですね、いやでも瀬戸君この曲は決めたいですね。上の3色の可能性もありますが、残すか。でもそうなるとトンぐらいしか候補ないんじゃないですかね。はい、チーマンバーに1枚出てるのもちょっと気がかり。じゃあチーマン切るかって話になるかもしれないですよ。まさかの。はい。うん、あでも。そうか。なるほどなるほど。パーソキュース引いた場合順ちゃんだけど、本戦はチート率。リアンス3層あたり重なったらじゃあチーマンあたりが出るっていうことですかね。そうですね。これでさらに1万が見えた。村上もチート率で絞ってますもんね。はい、3万。イーシャンテンではあるが、嘘ですか。ほぼ上がり目のないイーシャンテンですもんね、これメンスだと。つもぎっちゃってもいいんじゃないですか。つもぎりました。パーソキュースを引けば順ちゃんにもなるわけだし、これでどこだ？両ピン、初は見送るでしょうね。一瞬止まったが見送りましたね。これで両ペーコもある。なんかちょっと全体的に捨て牌の感じが、まあ村上も含め、村上が一番変なんですけど、新井もなんかね数層あたりが2巡目出てるとか、なんかトーンが高いんで。ただこれ、はい、変な捨て牌っていうことは分かっても、その中身はじゃあこんなかなって想像するのってすごく難しいわけでしょ。それとも端っこでも集めてるのかなっていう見方でいいんですか。
端っこでも集めてるのかなでいいですよね。そうですか、大体大まかにそれ で、 そうですか。じゃあ手役は何があるんだろうって考えて、うん、1通ならそのじゃあ4枚見えてる牌ないかなとか、うん、3色っぽいなとか、大体数字が下に寄ってたら、うんうん、捨て牌の数字が下に寄ってたら上の3色やってるし、あそんなことが多いんですけど。なるほどね。2巻きですね。流派を鳴きました。これでイーシャンテンです。藤崎、これによって動きが出るか。動きが出てきたか。村上イーピンが3枚、しかしこの自敗は打ちづらいのか。トンナントイトイのね可能性がまだ、あ数足もないか。イーピンが打ちづらいですよね、うんうんうん、あの何よりも。あそうですね、はい、村上さん持ってる自敗は2枚切れ2枚切れなんで、これも打ちづらい。そうですね、あの5巡目のウーピンが光りますね、藤崎さんの。ただ打点が読めないですよね。あのリューファーが割と最近打たれたリファを2だけなんですよね、うん、その間手出し1枚さあどうする。打っても安いかもしれない、ただ残り局数は少ない、うん、丁寧ですね、うん、ただチーマンでの上がりがもうないと思ってるから勝負はかけるかもしれないですよね、テンパったら、うん、ようやくうまんです。何にもなかなかったですね瀬戸熊さんは、ええ数層3枚出て今3枚目数層神が打たれたばっかり。洗いはどうする。サブローピンっていうわけではないんですね、怖いのは、はい、6球ピンだし、ただ一応取ってない場合が何個かできたらもう押し返さないのかな、うん、村上は嘘です。これも行かないんじゃないですか、うん、行かないですか、うん、もう今瀬戸熊藤崎の一騎打ちじゃないですけどね。これどうする。全員受け、あとは瀬戸熊さんが追いつくかどうか、うんうん、ここは胸相撲でした瀬戸熊。そして藤崎イーマンです。こちらもイーシャンテンの洗い、うん、もうでもね9万ぐらいまだ粘ろうとしますか。もうあまだいいシャンテンですね、うん、ああテンパ入れた。あら、ま、入ってた、うん、入ってたというか、そうですね、テンパイ入ってましたね。三品重なってテンパイ入った。嘘はただ藤崎にも厳しいですよね、ただ勝負かけてもいいですよ。これだったら数層4枚見えてますよね、ウッパー層ワンチャンス、うん、藤崎さんの待ち 100% じゃないんで、うん、6球ピンに絞ってもいいし勝負ですね、はい、リーチいった。待ちはスチピン、スピン3枚、今のところリーチのみの手。1枚1枚です。気持ち悪いのは瀬戸熊さんですね。うん、あんだけ我慢して、そうだ、しかもこれドラ筋打ちますわ。瀬戸熊さんが入っていくか。さあどうだ。おー詰まった。うーわー、よく持ってきました。
タンヤオドラ。いやよくわかりましたね。ねこれ あそこまで引きつけて。うん、タンヤを入ってドライチで千二千でね。はい。あそうかそうか入ってですね、はい。これも大きいな。大きいですね。あれだって自分のね悪い泣きだと思ってやめちゃう人もねいるかもしれないですね。イスマンって通ってない筋だし。一気に2着ですかね、はあ、効果的な上がりを見せました瀬戸熊。2着っていうかトップになる雰囲気がある2着確かにね、数万、うん、ドラがねパーマンですから、振り返りが効くように。2枚目のチューンが出る主席はポン下。はい、ここは2枚目を泣いて手を進めました。もうこの僅差ですから ね、 本当ですね。少しでも上の点数でオーラスを迎えたいはずですから、ええ、入った。リャンピンってすごくいい街いい相当いい。うーんすごいなこのリャンピン。なかなかこんな登ってる街ないないっていうぐらい、ね、おその1枚目、まあ、村上どこ入りますからね。ここは数層を叩き切った。あ詰まりましたね。うーんその後あっさりとリャンピン積もさあ瀬戸熊ここは親番での上がりになりました。500オールの上がりトップに立ちましたね、なんかでも安いですけどなんかいい感じですよね。そうですね、手がちょっと止まったところで動きを入れて、ちゃんと上がりきって相手の勝負手になりそうな手を潰して、さあこれで勢いをつけることができるか瀬戸熊です。南三局の一本馬ドラは3走。瀬戸熊はリャンピンまだありますよ。馬もありますよ。いるのか乱走。これは打てないか。やめるのか。いや、いった。やめるパイがそもそも。なるほど。うん、スーピンが1、2、3、4。うん、はい。流局です。三人転敗です。まあ、ライはこれ一人脳天ですけども、まあ、やむを得ませんか。そうですね、うん、今はもう、ね、ただ曲数が減らなかったことだけはありがたいと 思った方がいいですね、なるほど。しかも京卓がね2本日母出ましたから、そうですね、この曲を制することができれば、さっきよりも大浦さんの条件軽くなりますね、安くてもいいんでね、はい、ちゃんとあのリープを取り切ることが大事なんですが、瀬戸熊の手がどうかまずまずじゃないですか。二メンツ、ジャンと、うん、ドラの白をどうするか。はい、ドラの白が1枚あります。そしてこちらは藤崎。やっぱ瀬戸熊さんギリギリまで来ますよね、うん、本当にそこが強みで、うん、そのクマクマタイムにつながるんですけども、こうしてる間にですね、こうしてる間ですね。じゃあ今がそのなんかこうイントロ部分なのかもしれないというね。そうですね、ただその良くない時はおそらくその粘り込んだ牌が捕まっちゃう時でしょうね。はい、ただやっぱ究極はその当たり牌だけ止めることだって言ってますから。そんな無茶なでもね、それができたら確かに究極ですから、ね、本当ですよ。目指そうとしないとでもたどり着けないですよね。そうかそうかそうか。これどうします。くっつき天杯の形か。ペーもション杯一応ローソンあたり切る。1万か1万か。くっつきの枚数で単純に白打つのも間違ってないと思いますよ、この曲に関しては。上がりに価値がある曲ですから。うん、ここで吐く、僕だったら打っちゃいますね。ここで、はい、瀬戸君さんは多分打たないと思いますけど。いや打った。あ打った、そ
それほどのチーピンとかは結構大事な牌なんですね。まあ枚数くっつきの枚数がね、本当圧倒的に多くなりますから。はい。今のでまあ9ピンも後継テンパイに入れるかどうかわかんないけど、何倍も違いますから。そうか。白の3枚と、まあ、ローピン。これでリーチ。はい。これは5巡目の親からのリーチ。ちょっと対抗できる人はいないか。これってあの結構よくある形なんですけど、はい、くっつきテンパイっぽい捨て牌なんですよ。あのドラの箱を離した後に出てきた数字、うん、だからピンズ待ちはほぼないっていう考える。あ、そうなんですか。くっつきテンパイの場合ですけど、くっつきテンパイの場合パターンはそうですね、うん、白を切って手広く、はい、ね、構え手広くっていうか、特にジャントが不安牌、半牌が全部切れた場合ですね。今白発チュン、トン、ナン、一応切れてますね、はい、この場合778とかいう持ち方はあまり少ないんで。そうなんだ。くっつきがかなり多いです。くっつきってことはマンズの C1 のまたぎもないし、うん、出てないところで何かがくっついてっていうところですね。そうですね、はい、ピンズの下とか。でもやっぱ色で見るのが普通なんで、想像が本線っていうのは色で見るのが普通なんですが、はい、やっぱり残っているわけですね、それがね。そうですね。まあもちろん3、7のどっちかにくっついたというパターンもなくはないですね。そうですそうです、うん、はい、もちろん。あ、これで闇点。あ、来これ通送しちゃうんじゃないですか。チーマンか幻滅は。でもちょっと村上さんの今の言い送しもあるんですよね、一応。あ、まあ、何でもあるっちゃあるんですけど、可能性の問題としての話ですね。もちろん、はい、うんうん、赤いチーマンパーマン。そうですね、うん、やっぱ想像の方が嫌ですよね。あれ、リャンピン藤崎さんが通してる。そうなんですよ。あ、インシャンタのテンパってるから。テンパってるんだ。ああ、もうこれドラも4枚見えてて、もともとドラ切ってるしな。勝負かけた、うん、ここで。ただこのパーソー面白いですよね。パーソーしかなくて、うん、同じ街と2人とも、うんうん、ああ、村上差し子になってきた。いやー、このつもぎりリーチどう捉えるか、うん、リャンマン行く。でもこうなるとここは勝負か。この間にリャンソーとか通れば村上さん5嘘を打てるかもしれないですけどね、5と8の選択で村上が打てば瀬戸熊の頭跳ね。はい、これはでもいやきついな。これもつもぎった。この辺ぐらいしか打つもんないじゃないですかね。村上チーピンだ。つもぎった。瀬戸熊はリャンソー、どこにいる。パスを、パスを1枚だけ来てるんですね。そうです、はい、村上さんがテンパる場合もしくは山に1枚。あ、出た。これで出るのか。さすがに出ちゃいますね。そうするとこれが、あ、ロンの声で頭跳ね、親番の瀬戸熊の上がりになります。失礼します。はい、まあ、値段はそれほど高くはありませんが、これ瀬戸熊にとっては大きな収入です。そうですね、ね、まあ、村上さんはまた打点が、ね、この曲低いんじゃないかなっていう、うんうん、そういう期待も込めて勝負かけたんじゃないかなと、うん、人によってはだって上がれない場所ですからね。はい、そうですね、うん、まあ、さっき の瀬戸熊の手なんですけど、リーチ前にドラのファンパイが打たれているということで、はい、くっつき濃厚っていう話に出ましたけども、はい、そういうものがなければ、はい、最終的な、まあ、リーチ宣言パイの7の周辺は危険な牌っていう考え方でいいんですよね。あ、いいです、いいです。そうですよね、もちろん、はい、くっつき電波が分かった場合ですからね、はい、くっつきのパターンがかなり多いんで、ああいう局面で、うん、上がりに価値がある時ですね、うんうん、特に
供託が多いとか、そういった時によくありますね。なるほどね。いや、一メンツ。これ厳しいハイパイですね。おっと、何いきなりポンですか？荒いですね。ポイント。あ、なるほど、マンズに向かうわけですね。にしなくてもまだやっぱりでも。さっきの一人脳天で結構3人と差がついたんで、ちょっと色にしないと、まあね、まあ、ドライ色で染めれば漫画見えてきますから、新井は割とこう今時の雀士にありがちな、あんまりその前順からの流れとかあんまり気にしないタイプなんですけど、一人脳天とかって気にしませんかね。気にはするんじゃないですか。嫌だなって思うじゃないですか。流れが悪いとは思わないと思いますよ。ってでも思いますよね。なんで俺だけって思いません？嫌ですね。降ろされちゃったなって、押されてる感が特に出てきますね。あののけもの感はね、もう何とも言えないですよね。はい、で粘ってなんとかなってたなって思えたら、それは反省とかはあるでしょうか。あ、そうですね。ね、別にもうどうしようもないなら、そうか、しょうがないねっていう感じ。自分のせいじゃないやと。やってるちょっと中に反省してもあんまりいいことないよ、ね、終わってからです。まあ長い、ね、長い麻雀人生と思えば、やってる最中に反省してもいいと思うんです。勝負事として捉えればそれは後で反省した方がいい。わかりました。おー、すごいなこれ。しかしこれ洗いもザクザクとマグいっぱいそうですね。んしかし他の人も手が伸びていきそうな気配。動きました、ました。さあまたドラだ。ドラ3枚食い取った。うわすごい。これ村上さんじゃなかったら、なんていう話しても仕方がないんだけど、はいはい、あの第一だがダブナになるの村上さんの特徴ですよね、うん、違ったらドラの3枚村上さんに入ってますね。あらまあ、入ってる場合他の図も全部終えてないんでわからないですけどね。もっと早く上がる人がいるかもしれないです。まあ、もちろんそれは本人知る由もありません。いやでもこれぶつかりそうだな。瀬戸熊もいいシャンテンで引かないですよ ね、 ねえ、はい、今の感じだと3万さっき来てたローマン、あこれローマンが出てでチーですよね。チーカンローマンでチーしてサブローマン、イースーマン対サブローマン対いいシャンテン、ハネマンのテンパイですね。こっちはこれはでもテンパイ有利でしょう。いやもちろんですけど、ただまあマンガンクラスは見えるでしょうからね。新井の展望状況と捨て牌と仕掛けと、これはまあ合わせるかな。結構ね、あやとなる曲になりましたね。だ難打ちが今までと違う。今まではね、第一でやっぱ泣かりづらいのは間違いないんで、うん、村上さんのそのこれ、さあこれどうするの、いくでしょうか。あ、ドラ落ちた。缶か、缶ありますよ。缶のは、おー、そっか、ここは平然とスルーしました。そうか、バイマンも藤崎テンパイじゃないですか、だからもう引く気なしって感じなのかな。それとも、なるほどね、そうだったら缶しちゃえっていうのは、ありはありですよね。ありちきた、これ1来たか。まあもうだけど洗いもいかないからちょっとクリアですね。これ瀬戸熊がどこまで参戦してくるか、これ楽しみ。瀬戸熊さんどうするか、うん、迷うようなテンポ入ったかもしれないですけどね。アイス、あ、そうですね、さすがにパスですね。さあどっちだ。瀬戸熊来た、ソーズ来た、来た、来た、迷うことなくリーチ。さあどうなるんだこれ。誰が犠牲になるんだこれ。スーピン打てるのか。打つでしょう。打った、はい。まあこれでも瀬戸熊が犠牲になる可能性もあるわけですよね。いやもちろんです、ね、もちろんです。さあ瀬戸熊、うわ9ピンマンズチーマン、あら引いた、引きました。ローマンよく引いた。らいい3000、6000は3300、6300、これで頭まで抜けました、ね、
どうですかこの発声の良さは。まあ、村上2号とまでは言いませんけれども、はい、まあだって開局のお願いしますもやっぱり普段そうです、ね、聞かないぐらい大きな声でしたもんね。本当ですよ。藤崎さんがラス目ですかね。そうですね、オーラス南4局です。ラスオヤは藤崎です。あ、そうですね、リーボー出したから。ドラはローピンです。瀬戸熊の連チャンを止めたのは新井でした。藤崎のハイパイ、ヤフハイ、チュンが統一。まあしかしそれほどその他、まあ威張れるハイパイではないでしょうか。このね最後の上番で手前に構えましたよね、なかなか打てないですねあのハイは。多分若手はみんな手広く構えると思います。分かってます。まあ、普通の人は大体端か、はい、まあ、自敗の何とかね、1か1を打つかですかね、それはちゃんと国士系を見てるってことですか。藤崎さんはですね、僕らは多分見ない方がマジョリティになると思います、そうですか、はい。新井もちょっと手格好は重たいんでなんとか動ける形か、まあ、チートイツかっていうところでしょうね、さあペンちゃんが入ったぞ。村上何個だ。まあこれで何打ちやすくなりましたね、チュンポン。仕掛けは藤崎です。かなり遠いですけど、ここでチュンポンですか。でもこれ決めてたってことでしょ。もちろんそうです、ね、2枚目は泣こうと思ってたってことですかね。あ、そうですか。いいシャンテンだけど、うん、やっぱり瀬戸熊はかわしたいですよね。そうですよね、瀬戸熊と今4700点差ですか、1000、2000の。そして2つ目泣きました、藤崎急走ポン。結構過激な仕掛けですね、これは面白い。これでも相手としては踏み込みにくいですよね。そうですね、あの絶対連チャンしたい藤崎さんがいきなり両面立つ外してポンですから、はずのですけどね。なんか捕まった時にはひどい目に遭いそうなとこがあるんじゃないですか、はい、ただテンパれるかどうかっていう問題ありますね、藤崎さんには、しかもターチャからするとそのケアするべき牌は結構限られてるでしょこれ。そうですね、端っこの方とかファン牌ですよね。特にそうですね、あとはあのポンされそうなトイトイが、ね、はい、の可能性がある範囲ですね、はい。あ、村上これでポンしない。お、お見事に重ねた。まあ、次は当然ポンですけど、一回見送ってるだけにね、ここら辺はいや急ピンは相当盲点ですよね。まあ、でもチュンなんか、あ、チュンじゃないや、白初で大三元ですからね一応ね。おお、本当だ、全然想定してなかったから、今はさすがにちょっと多少は意識はしてるでしょうけどね。もちろんテンパイは最優先ですけど、先に白重なった場合どう、ね、いや、よく泣かなかったな急ピン。そうですよね、はい、確かに4頭立てにな4センチになってなんか 1,2 白髪みたいなのなんか上がれそうな気はしないですけどね。裸短期まであるのか、まあそうです ね。ただレンちゃんが、あ、出た、あ、これでまあ白が出るので、そうですね、白打つでしょうね。マジか、すごいな、マジか、いや決めに行きましたね、これだって9ピン泣けるっていうのもあるかもしれないってことですか。なるほどね、裸短期か、なるほどなるほど、裸短期にしたら今度白を打つかもしれないですけどね。これどう見えるかっていうと、イーソーと白のシャンポンとか、
ていう風に見えますよね。そうですね。あと3ピンが最終手出しだったんで、この1ピン、うん、あんこなんで新井さん打てたけど、うん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 、1枚の1ピン打てないはずですよね。これ誰もリーチいけなくなっちゃったな。このペイだって分かんないですよ。全然分からないですね、うん、打たない。むしろペイの方がなんかすぐに当たり第三元ある程度見えてるんだったら、あんな両面から払わないですもんね。そもそもこれはパーソーでイシャンテン取りますからね、なんとりあえずは、はい、うん、で白がこれ全部生きてんでしょ。いやこれあるかもしれないです ね、 ね、ひえー、まあ、なんか9ピン見送ってそれでうまくいったから逆にこういう手が打てるんですよね。うん、ただ9ピンも9ピン出たらスルーですかこれ。じゃあ泣くでしょ。いや泣くと思います。やっぱ泣きますか、はい、ただもう念のため9ピン打たないと思いますけどね。このもう瀬戸駒さんの手は打ってもいいと思いますけどね。打たないか、まあ、そっか。もういや多分ですけどね、そんな気がしますね。万が一があるんで。ただ最後の連想はねやっぱポイントだと思うんで、うん、これ例えばもう手出しもう1個入れちゃった時点で短期待ちがまず短期待ちだって多分想定されるんですけど、うんうん、あそっかそっか。そうなるともう 何、はい、何でもありだからね。これです。ほんと白白って引くんじゃないですか、うん、ねえ。どっかに眠っています。ねはい、さあ期待がかかるぞ。だだだだだだ、まあ全然あれ止まっ、あ一応テンパイのね、テンパイしとかないと終わっちゃうからっていうのも。そうですね。あそうかそうかそうか、みんな下ろしちゃったなっていう、うん、まあ俺それは降りるわなっていう感じですけども。いやいや、まあ、瀬戸駒さんが来る可能性ありましたよね。リュウハ打った、うんうん、リュウハ打った人は来る。これも紙、あもうこれもう紙一重ですからね、こんなの。これは打てないですよね、イソはさすがに、うん、さあ白か違う。こっちはくっつきの幅広いですからね。なるほど。あ、出た。ただもう全員下ろしているので、うん、そうですね。あとは自分と山との勝負。はい、まだ白が眠っている。白白白9ピンって4枚生きてるんですよね、有効は。まだいない。さあ確率が上がるぞ藤崎。さあどうだ。違う。とっとっと大丈夫か。さすがにちょっと力が入ってるかもしれないですね。一応チートイツのいいシャンテンになりましたね、いやまだ白が出てこない。藤崎どうだ。あくっついた。これはテンパイ取っちゃいますね。さすがにこれは白だ。いやもうね、本当にいつもの来るあれが意地悪だなんじゃないですかね。すごいですね、もう全然顔見せない白が、ね、粘って粘ったんですが待ちきれませんでした。まあまあでも面白いですよね。うん、いやよくペンサンスのテンパイ取らなかった。本当ですよね。一応77ですからね、ここは驚きました。まあ、でもよく言ってますね、あの一発一撃で決めなきゃいけない、そうそうチャンスはないから決めれる手は決めに行くっていう、うん、あそうなんですか、はい、特に例えば高め3色のフリテンリーチとか上がり系から打ってリーチかけるっていうのはちょくちょく見ますね。そうか、やっぱ自分のジャンプとかもこう加味してっていうことなんですかね。ああそれはあるかもしれないですね、うん、そんなに割とゴリ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 何曲も何曲も出てくるタイプじゃないから、はい、逆にそういう時が来た時は思いっきりやるみたいなね。うん、手数より一撃が大事な時もあるわけですね。そうですね、それでリズムを掴んでいくっていう考え方の人もいますし、うん、安手でも、うん、あ、そっか。なるほど。あ、そうかそうか。あのね、新井が打ったんですね。短期待ちかなと思ってるから、これちょっと想定外なんですよ。なるほどね。脳天だったんだって今わかるんですよね。苦笑いしてますね。苦笑い。
この笑顔、まあどういう意味があるのか。誰もハカ合わせてこないから。確かに、ね、山にあるんだなと思って。ねえ、自分でも引きました。しかし緊急事態でした。これで新井の点数が3万点割りましたから、全員にとっては。うん、そうですね。確かに。ドラは9万です。村上さんでもマンツもトップですもんね。ドラドラ。おお。後輩パイですね。コロチも見えるしドラドラ。村上はドライチあれをなんとか生かして。そうですね。まず面前で。戦線。うん、そうですね。2戦で2着クリアはしないと。このチシャンテン、すんなりとこのまま仕上がるのか。藤崎、村上、ローピン、これでピンズは両関係。ドラの9万が浮いています。だってさっきの曲もあの手順とかああいう鳴き方じゃないと別の誰かが押し切ってた可能性結構ありますもんね。これすげえな。はい、すごい。3巡目仕上がりました。高めがいっぱいじゃないですか。3枚2枚か。高めが2枚、安めも2枚。このツモはちょっと尋常じゃない。いや久しぶりにモンドハイに帰ってきた、藤崎さん、面白いですね。ねいやだってさ、その前の手順って諦めてんのかなという感じもありますもんね。ああ見ようによってはですか、ね、そうですよね。だって大事に行きたいんだったらロソから打たないですよ、うん、あれですよね。大事だですね、まあ、本当になんかがむしゃらな感じはないですよね。失敗する確率も高いですからね。諦めてるってはちょっとあれかあれだけど、なんかまあそうですね、形作りにいってるようなそんな風にも捉えることはできますね。ねそんな感じがするんで。あとはこの一杯もう休めでもいいから、逆にここをピン引いて6000オールにしちゃったらさらに連チャンで強気に出るんじゃないですかね。ねえ、うん、あ来た来た、うわー高めだ。6000オールから1個乗ったら8000オール決まった。ビーズもピン風3色ドラドラ、うん、6000オールで4万1000点台ですか。でももう相手と結構均等に差つけてますからね、なんかすごい大人の麻雀ですね。決まりました。あのだからやっぱりその前の仕掛けが完全にスイッチ入れちゃったっていうイメージなんですよね僕ね。ちょっとどうなんだろう。なおも連チャン続きます。オーラスの日本馬です。これで4万点超えてきました。現在トップ藤崎。しかし今度は高ハイパイというわけではなさそうです。どっちでもいいように構えるんじゃないですか。そうですね、そうですか、まあ、悪くはないですけどね、うん、それから展望状況的には攻めやすくなったんで、うん、漫画打っても大丈夫ですよね。どこにも漫画大丈夫です。新井さんには大丈夫ですよね、はい、おっとこれは統一が目立ちますね。瀬戸熊これこうなると藤崎さんも攻める曲になると思いますけど、はい、踏み込みやすいですかね。そうですね。うん、あとは3人はもう、まあ、2着。新井さんはとにかく上がる、上がりが目標ですね。村上の手がちょっとでも面白いですねこれ。村上さんは1、5、2じゃ
まあ、ラス抜けでよしとするかな、そろそろ。とりあえずいいんじゃないですかね。はい、あ、目標まず、ね、まず瀬戸熊で、瀬戸熊とのその4700点差を埋めることがまず最優先でしょうね。でその手作りの中で洗いからポロッと出て2着まで上がれればっていうところがあると思うんですが、これ多分村上はでもこれ統一点に決めてるんですかね。リーズも白っていう上がりはあんまり考えてないのかな。リーファーなかなかですね、これですよね。これ村上だって3万とか切ってるってことか、ドラの E1 はもう、そうですね、短期とかシャンポンで使うぐらいしか考えてないでしょうからね。仕掛け、仕掛け入れてくってことかもしれないですよ。トイトイにして点数を作るっていう、はい、村上さんの捨て牌ってこう自牌先に打つパターンが多いじゃないですか、うん、新しいもの、そして重いもの、うん、重い自牌から打ってること多いんですけど、ダブナやダブトンから、うん、こういう時って自牌絶対持ってるってことですね。へえ、逆に言うと、うん、そうですか、ほぼ持ってますね。で、でも何もあんなにいっぱい持ってなくてもいいんじゃないですか今回はね。でもあの条件ありますからね、はい、洗い飲んでもらう初泣かなかったんだ。これ結構だって羽根も届かないですもんね。まだ1枚目はってことなんですかね。とりあえずきた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 、うんうんうん、ね、チートイツも現状見えます。うん、そしてこちらはニャンコ、薄型のもちもちなんですよね。ただいわゆるトイツバってやつですよねこれ、はい、なんかすごく藤崎の方にも3トイツあってちょっと重ためですし、ドラ打ち出しましたね。あれ村上来た、ドラドラ瀬戸熊です。でスーアンコのイシャンテン、ねえ、無双ない、無双ないけど、イーマンは次泣くでしょうね、さすがに。もう2枚目だから。おこれ新井さんが打ったイーマンがね、ギリギリ、うん、そうですよね、はい、うわこっちも来た、あらららら、こっちは本当にあるんじゃないですか。ローソー1枚、リャンソー2枚生きてる、あるな。はあ、ただね、さすがに泣いちゃうのかな村上さんの手は。泣くでしょうね、だってもう満貫条件満たしてますよね。ハルさんともちもちになった。どうする、この手難しいですね。タイヤに来ちゃうのかな。はい、ハスを切りました。ウッパソもローソーも死んでるから結構きついですよね。二人積もりスワンコのいい点。本当ですよね。そして藤崎もいいところ持ってくる。これポンですかね。地層はかけない。はい。スルーしました。ここで嘘をポンしたのが瀬戸熊です。これでテンパイ、ローピン、イーマン、まあ、上がればね2着ですからね、ああこれでテンパイ入ったけど、まあ一手代わり差し子もあるし、はい、嘘切り絶妙でしたかね藤崎さん、今こう洗いに入るウーマンが藤崎さんに入ったと思うんですね。この9万は藤崎さんのつも、あ、ごめんなさい間違えた、これはもともと先発ってた、どっちにしろ。あー、酸素すごい、例えばこんな手配ですね、9ピン切ってる位置っていうのは、藤崎さんは見せますね。
さすがにサブロックキューピン薄すぎたんですかね。今まあ瀬戸久保さんの仕掛けが入ってますから、うんうん、スピード的には本当するかなと一瞬思ったんですけどね。上がるべしでしょうね。ただリーボ出すと今度は洗いからの破熱も条件ができちゃうんで、あ、そうですね、うん、多分そういうことなんでしょうね。いや強いな親番続行、大技小技繰り出してきます。オーラスの3本場、今回のハイパイはまずまずといったところか。ドラは数層、こちらは役牌がドイツの村上純です。カンパーピンが入った瀬戸久間、藤崎さんの強さはその局面見極める力ですよね。押したり引いたり局内であるんで、はい、そこがやっぱバランスが非常にいいということですよね。でまたあのカンパーソンのリーチっていう場面があったんですけど、つもぎりリーチですね、ああいうリーチがゼロだったと思うんですよ前は。へ、局面的にね、あの2本強弱があって、はい、リーチ打ちやすくは打ちやすいし、まあ、打つ方が常識的だと思うんですけど、ああいうとこ結構綺麗に打ってたと思うんですよね、以前は。方位取る時もちょっと多少そういったプレーは見えたんで、ちょっと振り一見有利な戦いじゃないけどゴリッと押してた。はい、そうですね、まあ、その勝負有利な勝負に本当それこそ影にこう隠れて有利な勝負でだけ出てくるみたいなイメージだったところが、はいはい、自らこう主導権取りに行くときとか使い分けてくるような、それはでも相当なイメージチェンジ&パワーアップですね。そうですね、パワーアップですよね本当に。はい、どうしようかな次の当たったら。大丈夫ですよ、滝沢プロだってね、いろんな意味でパワーアップしてるでしょうから。はい、はい、まあ、そうなんですけどね、ええっていうのに何も惑わされないよ自分の世界に入りますって始まったのが瀬戸久間さんですね。うん、今卓に座ってるね、村上も予選の第一戦でゲスト解説だったんですけども、はい、やっぱりあの久里なんかはね、やっぱりこういろんな意味でちょっと自分のスタイルを変えてきてる節もあるし、これは自分も気を引き締めていかなきゃいかないなというふうに話してましたよ。はい、本当ですよね。はい、いきなりもう本土出場した頃にはない闇点がありますからね、あ、気をつけないと。で泣くだろうと思ってたのを我慢してる節もあるって言ってましたよ。そうですね、だから基本的なスタイルは同じでもちょっと変化をしたり何を大事にするかっていうのはちょっとずつ変わってきてるんですよね、やっぱりね。シャアで考えています。まあ2枚切れなんですが、はい、難しいかな。動いた、うん、ここは元気よくポンの発生、これですんなり終わらせられるか。前局はね本当に重く打ちましたよね、最初のリューファー仕掛けないで、今回はポン点で仕掛けましたけど、ポンしてリャンシャン点みたいな手配だったんですよ。さっきはかなりどっしり構えるんだな。瀬戸久間手が進む、テンパイ入ったけどリーチ打った、カンジャンピン、出上がりだと足りないですけどね、積もれば2着目に上がると。これは見た目は悪くないっていうところがあるでしょうね、ウーピンウーマンのシャンポンで新井も最後まで落ち続けるか。いや、この新井さんがまた漫画打つと
ラスに落ちちゃうっていう、そういうのをくすぐる意味でもリーチってことですかね。そうですか。下ろしちゃえと。そしてトップ目の藤崎は、まあ、ここは喧嘩せずか。どうですかね、藤崎さんの位置が例えば瀬戸駒さんだったら喧嘩するってなってると思うんですけど、その辺はキャラの違いが出るのかどうか、ここ難しいですね。そして新井はしない。ローマンって今通ったばっかりだしな、しないか、ね、こういうのを狙って。ああ、こういうのですか。そうですね、これが果たしてどう出る。いやどうするんだろう。まあ、一応流局も OK って思ってるかもしれないですよね。あ、そうですよね。だから一応安全度で一旦チームを選んで、うん、そうですよね、はい、ここは流局は、まあ、2番手確保ということになります。もちろん藤崎さんの出方を見てですけど、うん、まあ、これはもう引いてもおかしくない余剰牌ですね。常識的に考えたら大体おりますからね、まだ。しかし今の一打ではまだ何とも言えません。これは現物ですね。どっちなのどっちなの、まあ、現物ではないですから、数万も筋ですけどね、うん、それを見て周りがどう見えるか。あ、そうだった、そうだった、リャンピン2着だ、2着だ、はい。ほう、これで対局終了です。いや、目まぐるしくトップが変わりましたけれども、最後はトップは藤崎ということになりました。そして2番手がオーラス上がった瀬戸熊直樹、そしてその後新井村上と並ぶ順番です。うん、藤崎さん、はい、リャンウピンになって最後上がったあの白切ってテンパイ取った逆、はい、あれはやっぱり9ピンをまずポンしなかったのちょっと驚いたんですが。そうですね、まあ、何も重なってなかったんで、うん、ね、まあ、正直経典みたいな保険も若干かけておきたいんで、うんうんうん、あれないておくとあれじゃないですか、八王中杯1枚ずつ4枚残すしかなくなっちゃうんで、ちょっと1枚目はなかなかったんですけど、うん、逆にそれがあったからペン3層の天杯はまあ取らなくてもしかしたらいけるかなっていうところあったんですか最初。そうですね、なんかちょっと遠い局上がった後、はいはいはい、あまりにもちょっとチャンスがなかったんで、うんうん、できればね、あの手は一発でトップ目まで行っておかないとっていうのがあったんで、うんうんうん、ちょっと7700の天杯は取れなかったですね。うん、いや実際本当にいっぱい来てたんで実況席はすごく盛り上がってたんですが瀬戸熊さんはあのタンヤを履いてドラドラの局なんかは結構惜しい気微妙だなと思ってたんですけど。そうです ね、あの一発で掴んだイーマンとか、はい、さすがに最後の数走だったんで、うん、はい、まあ、これは渋々な効果って感じだったんですけど、あそこまではちょっと最初にあの思い切り動いちゃったんで、はい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 、その後ちょっと戻したんですよね、はい、ちょっと自分の調子的には今一つだなっていう感じが、たださ今回は先に動こうと思ってたんで、うんうん、1回目は。あ、なるほどなるほど、はい、動ける手は。はい、プレイヤーの皆さんどうもお疲れ様でした。今回は第15回モンド杯予選第2戦の模様をお送りしてまいりました。放送席の解説は滝沢プロそして梶本プロのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん次回もどうぞお楽しみに。